HSP 昔数年使ってました。もうすごく初心者向けで扱いやすくて、私が初めて触ったプログラミング言語も HSP です。ただゲームとか作ってみたりしたんですが、私がまだ未熟だったのもあり完成したものはないですね。ただすごい簡単に GUI アプリケーションとかゲームとかが作れます。開発環境も一体になっていて、ヘルプもすごい分かりやすいので、そもそもパソコン触ったことがあんまりないという人のレベルまでおすすめできます。最近はどうなのか知りません。パール、これは6、7年前ぐらいに初めて勉強してみて、だいたい覚えてからはすごい便利に毎日使ってます。いわゆるスクリプト言語の一つですね。何かしっかりしたものを作るというよりは、日常のちょっとした作業を自動化するのによく使ってます。まあ、普段はシェルスクリプトとかオークを書くんですけど、まあちょっとシェルスクリプトだとこれをやるのは厳しいってなった時にパールを持ち出したら大体解決してますね。シェルスクリプトだと辛いけど、他の言語を持ち出して真面目にやるのはめんどくさいなって時に便利です。 PHP 人生でこれまで数十行ぐらいしか書いたことありません。今も全然覚えてないです。確か何かの課題で PHP で書けという課題が出た時だったかなと思います。ただ CGI を書くのに現状一番楽な選択肢って多分 PHP だと思うので、まあ、ちょっとした Web API を作りたい時に PHP で覚えて書こうかなって思ってます。まあ、これもいわゆるスクリプト言語の一つですね。 Python、まあこれは覚えようと思ってちょっと書いたんですが、まあ、普段の作業がパールで間に合っちゃうからあんまり書いてないですね。まあ、ただ機械学習系を今扱うのが一番楽なのって Python だと思うので、今後ちょっと覚えようかなと思ってます。まあ、いわゆるスクリプト言語ですね。これもよく人におすすめされます。使ってる人がかなり多いんで、ライブラリやドキュメントもかなり揃ってるので、まあなかなかいいと思います。今では Ruby、ASCII ドクターという ASCII ドックの処理系の拡張を書くためにちょっと触りました。それだけ。まあ、いわゆる日本初のスクリプト言語として有名ですね。 Ruby on Rails というウェブフレームワークがありまして、ウェブ開発ではかなりメジャーな存在ですね。 Haskell、 これはねなかなか好きな言語で、まあいろいろ書籍買って一通り読んだりチュートリアルやってみたり勉強会に参加してハスケルを書いてみたりしました。だから今後真面目にコード書くときはハスケルで書いてみたいなという欲はずっとあります。 JavaScript、 もうこれは相当長い付き合いですね。皆さんも名前だけは知ってると思います。もうブラウザ上で動くし、まあ、サーバーサイドでも動くし、モバイルアプリでも動くし、とかブラウザがどこでも動くようになったからどこでも動くんですよね。個人的には新しくプログラミング言語を学ぶんだったら JavaScript がいいと思います。もう本当にどこでも動くし使えないこともないんで、あとなんだかんだ言って大体の人 JavaScript 知ってるので共通言語としても良いと思います。コーヒースクリプト、これを使ってねチャットアプリケーションとか開発する仕事をしてた頃があるんですよ。まあ、これはいわゆる JavaScript のラッパー Alt.js の一つで、当時はねすごい良かったんだけど、コーヒースクリプト独自の機能がもうだいたい JavaScript に取り込まれちゃったから、まあ今からコーヒースクリプト触る必要は全くないんじゃないかな。タイプスクリプト、最初に触った時よくこんなもん作れたな、すごいなって思いました。いや今でもすごいと思います。もうめちゃくちゃよくできてます。これも JavaScript のラッパーでほぼ上位互換です。もうこれタイプスクリプトがあるからその JavaScript を書くのは今は辛いですね。私は JavaScript が使える場所であればほぼ全部タイプスクリプトで今は書きます。ルア、これをね作ってたゲームの中に組み込んで、ゲーム本体は C++ で書いて、でキャラクターの行動ルーチンとかステージ上のギミックとかをルアで制御しようってやってたことがありました。まあ結局最終的にその時は自分で独自の別のゲーム制御用のプログラミング言語を作ってそっちやっちゃったんですけど、まあやりたかったからそうやっただけルアで全然良かったですね。結構市販のゲームとかでもルアが組み込まれてたり、まあ、ツールとかでもルアから設定ファイルとかちょっとした拡張を書けるよってなってるものも多いです。
なかなかね、結構私は好きな言語なんですけど、最近名前聞かないのが残念ですね。もともとアプリケーションに組み込むことを目的とした言語ですね。スクリプト言語ですね。スキーム。やっぱりこれもゲームに組み込んでキャラクターの行動ルーチンとか書いてみようと思ったことがありました。これは別にそういう言語じゃないんですけどね。あのリスプ系の言語を1個触ろうと思ったんだけど、コモンリスプがなかなかコモンリスプの開発環境を整えるのがよく分かんないし、コモンリスプ自体がすごいでかくてよく分かんないしということで、じゃあなんか同じリスプ系の中でもかなり言語仕様がミニマルなスキームを選びました。もうこれなかなか面白くて、特にコール CC っていうのがすごい面白かったですね。未だに大好きです。まあリスプの言語として意外とあちこちに組み込まれて GNU メイクに入ってたりします。 C 言語、もうプログラムやらない人でも名前は聞いたことあるでしょう。実はあんまり C 言語直接書くことはないんですけど、私はなんかのネットワークプロトコルの仕様をそのまんま C 言語の規格そのまんまで、なんかの規格の実装を規格通りの C 言語のまんまで実装しようと遊んでたりしたことはありました。何か言語と言語をつなぐのに共通のインターフェースが C 言語だと楽っていうことが多いので、バインディングのためだけに C 言語を書くことはありますね。 C++、これはもう私の主要言語ですね。もともと HSP で数年ちょっとプログラム始めてしばらく触ってなかった時期があったんですが、その後改めてやっぱゲーム作りたいなって思った時に、当時調べたら C++ でゲームを作るというウェブサイトがヒットしまして、そこを参考に勉強を始めました。ただ C++ 自体がかなり奥の深い言語なこともあって、 C++ をやってるうちにプログラミング一般が好きになって、果てにはゲーム作るよりもプログラミングのばっかやるようになりましたね。これについては私が強調で書籍も出版しているので、ぜひとも買ってみてください。 C シャープ、これは私がアルバイトでゲーム開発をしていた時に C シャープで書いていました。そう、ユニティだったんですね。まあ、それだけです。 D 言語、これはね、ちょこっと触ったことがあるし、まあ実際かなりいい言語だと思うんですが、まあなんか使う機会がなかったから今も使ってないですね。私がもともとプログラミングやる前に遊んでたフリーゲームが後になって D 言語で書かれてたっていうのを知った時はすごい驚きました。あの当時は今よりもはるかに D 言語がマイナーだった頃なので。スカラ、これも私が最近主要で書いてる言語ですね。なかなか面白くて、これのおかげで私は関数型プログラミングのエッセンスを理解できた気がします。ハスケルの時はあんまりやんなかったのもあって、モナドとか分かってなかったんですよね。まあこんなところですかね。詳しく話を聞きたい部分があったらコメント欄で教えてね。面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。